吉田さん、市議会議員ってなんかね、立候補者のほとんどが通るんですよね。例えば私の町でも18人立候補して16人通るんですよ。だから落ちる方が難しいというね。で、確かに1000票ぐらい取ると通るんですよ。だからこそ現職で名前が売れてる人っていうのの組織票っていうのが守られやすいということもありますよね。いやけどね、やっぱこう甲子園に出ましたぐらいのね少年が25過ぎて立候補したら通るんじゃないかなと思いますよね。あ、それでね、今回はねネットワークビジネスの話なんですけども、講師の人がね参加者の人に言うんですよ。周りの5人の人の給料を想像してくださいと。それを5で割ったのがあなたの給料です。そんなに変わらないでしょって言うんですよね。だから周りの人にお金持ち、つまりここに来てるような人を仲間に迎えたら方がいいですよっていうふうに言うんですよ。これ一見説得力があるんですけども、ほとんどの人がサラリーマン社会で暮らしていて、で給料も似たようなもんじゃないですか。それを知ってて周りの人の5人っていうんだから、それは当たり前だろうって話ですよね。でも100歩譲ってこの周りの人の5人の給料が割ることの自分の給料としたら、例えば家族がいるじゃないですか。家族って大半が稼いでないですよね。そしたら2つ考えられるんですけども、家族も稼げるようになる。例えば YouTube で稼いでるお父さんがいたら、みんな稼げる YouTube をやって稼げるようになるのかって言ったら稼がないですよね。 YouTube やろうと思わないでしょ。あ、パパが YouTube やって家族を支えてくれてる、なんていい仕事だ、みんなでやろうってなんないんですよね。そればかりか、パパがもしかしたら家族の収入になんか巻き込まれるかもしれないですね。つまりは収入低下になるかもしれないですよ。だから結局どっちに引っ張られるのかなっていうことを考えると、あ、この5人の給料を割ることのっていうのは、これはまあ完全にスタンドトークだなと思いますよね。まあそもそもね、自分の手取りに似たような人が周りに来るのは職場ではそうなるだろうし、その環境を離れれば、まあ稼いでない人と一緒に暮らすわけですから、人生の大半が稼げなくなるよねって話じゃないかなと思うんですよ。まあいろんなツッコミどころがあって面白いなということでございました。いってらっしゃい。